こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、持続化給付金の件で、岡山の西アクラスの山根さんから追加入金があったよという動画をね、いただきました。本当に良かったですね。その動画につきましては動画の概要欄につけておきますけども、前回山根さんがね、持続化給付金の振り込みがありました、振り込み通知がありましたというこの動画を受けて、私のところにもね、お問い合わせがありまして、あれからね、の例のやつに関わる方で40名ほどの方が追加で、改めてね、あ、本当にできるんだってことで申し込まれて、入金の見通しが立っているということでございます。で、追加でプラスで、ね、20名ぐらいの方がずっとね、例のやつのその確定申告をしてなかったんだっていう風なね、形でね、なんとかなりませんかっていう、だからね、やっぱりちゃんとやったとかいいですよ、なんでも。なんか少しでも儲かるようにと思ってね、やっぱり私はね、各自の判断でもありますし、どんな勘定科目につけるかってこともありますし、事業形態も違うし、売上も違うんで、個別の対応はしなかったんですけども、でもやっぱりね、確定申告に自分の入金があったことはまあした方が良かったんじゃないかなということでございます。まあね、あの値引き処理ということで、所得に入れないという考え方もあるのはあるんですけども、それはもうご自身で、もうね、決められてくださいということでございました。あのその時に申し上げましたけども、このね、まとめ値引きっていうのは、要するにポイントバックのポイントっていうのはね、例のやつのグレーゾーンなんですよ。その時に申し上げたのは、グレーゾーンは黒ではないという解釈と白ではないという解釈があって、私は白ではない限りグレーは白ではないというふうな考えをしておりますと申し上げましたね。で、山根さんは確定申告をきちんとされていたんで、今回ね、ホクホクでございました。本当に良かったですね。報告といってもね、持続化給付金に助けられたというところで、まあね、例のやつについての解決がまだね、したわけではないと思いますけども、まあでもね、あのこの山根さんの動画を見て、プラスで40名ぐらいの方が、あの持続化給付金の、あ、できるんだってことで、書類を作ってね、出されたということで、私も書類何通か見させていただきましたけども、まあね、なんですかね、四苦八苦しながら出されてるなって言ったことでございます。で、あとはね、あの、しまった、確定申告に入れてなかったんです。もしくは、確定申告そのものしてなかったんですみたいなね、芸能人の、なんかこの前の、チュートリーなんですか、得意さんですか、あんな感じの方もいらっしゃいましたんで、それにつきましては、税理士さんに修正申告ということで、今からなんだけども、去年の分を申告して、それが認められたら、持続化給付金の手続きできますよということをお伝えしましたけども、そこから先はね、税理士さんと相談してくださいということになります。私の領分でありませんので、また修正申告っていうのはね、数年間は効きますんで、本当はね、こういうことを推奨するものではないかもしれませんけども、その時はね、少しでも利益をこう、隠しとこうという気持ちもあったのかもしれませんけども本当、山根さんが言われたようにちゃんとした方がすぐ対応できるっていうのはね、本当何が起こるか分かりませんので、正直にやるのが一番いいのかなとは思いますね。ということでね、今回山根さんの持続化給付金、本当に良かったですね、追加で入金されて。で、私から申し上げたいことは3つほどあります。1つは、山根さん本当にね、山根さんの本当お人柄ですよ、もうこれは素晴らしいと思います。で、動画も作れるわけじゃないですか。動画の評判いいですね。グッドマークが8なんで、私も押して9にしときます。はい、で、再生数も80ぐらいありますしね、今のところ。これ、まだまだ伸びていくと思います。で、言いたいことの2つ目なんですけども、やっぱりきちんと、この持続化給付金ね、例のやつに関わる方は、全員申請してくださいということでございます。ただし、帳簿をつけてない方や、個人事業主でも法人でもない方はこれは当たりませんのでね。ですので、給与所得をもらっていても、それを所得に入れてなければダメ。で、プラス、個人事業主としての届け出をしてなければ、そもそもこれは申し込めないということになってますんで、私がね、なかなか響かなかったと思いますけども、とりあえず社会に出て仕事をする、所得を得るってことでしたら、アルバイトだろうが会社員だろうが、まず自分の法人を作って、その法人が会社に勤めに行くとかね、どっかコンビニとかにバイトに行くって形にすれば、税制面でも有利ですし、こういう時にね、法人とか個人事業主というもう一人の自分を使うこともできるし、元々の自分というものも使うことができますんで、個人事業主ってことは、自分と個人事業主の自分がいるっていう2つの人格を使うことができるんですよね。プラス、法人ってのを持てば、3つ目の人格を持つことができるわけですよ。
で、もう極端な話、この3つの人格でぐる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 ね、外注することもできるわけですよね。うん、まあこれはものすごく難しい概念なんで、何とも一言で言えないんですけども、まあ、例えば私という個人がいると、私の作った法人がいると、私の作った法人が私個人に仕事を依頼して、私がフリーランスとしてそれを受けて納品するみたいな形もできるわけですよね。うん、まあこれはねちょっと複雑になりますんで、単純に言うとね、なんかちょっと本当それこそアウトな行為にもなってきますんで、ここではちょっと申し上げませんけども、概要はそんな感じなんですよ。うん、だからね、やっぱりね、社会に出た瞬間に法人を作る、社会に出た瞬間に個人事業主を作るっていうのは、ここでもやっぱりまあ生きてくるのかなと思いますし、これからね、本番は家賃補助ですよ。家賃補助ね、皆さんも家賃とか払ってるでしょ。家賃ね、でかいでしょ。この家賃がこれからね、第2次補正予算で補助されるわけですよ。6ヶ月でかいです。こんな持続化給付金の数十万とか上限200万とか、個人事業主上限100万なんて問題にならないです。こっちの方がでかいですからね。こっちの方が本丸ですから。ですので引き続きご自身の身辺整理ではないですけどもね、数値の確認をしておいて確定申告ね、やっぱりしましょうということでございますね。はい、ということでございます。山根さん、本当にメッセージいただきましてありがとうございました。まだまだこれね、補正予算活用できるところがあると思いますんで、とりあえずね、自分の有利になるものはどんどん使っていきましょう。ただでさえね、今の政権は我々に不利になることばっかりやってきますんで、今回はね、本当使っていかないと損かなと思います。特にね、例のやつに参加している方は、今回持続化給付金というものはしっかりと使うことによって大幅な補填ができると思いますけどもね。それでは以上でございます。ありがとうございました。